次の4人の人物が学歴を詐称したとされる大学の名前をお書きください。この問題はより多く正解が書けた方に得点を差し上げます。なるほど、行きましょう行きましょう、見えないように書きましょうね。では解答をお見せください。フリップオープン。だよ。はい、ジモさんは野村さんが明治大学、そして、ショーン・ケイのところはハーバード・パリ大学の2つ書かれております。バズーカ・オールスターチームは南カリフォルニア大学、野村幸男さんコロンビア大学、古賀淳一郎さんロンドン大学、ショーン・ケイさんハーバード大学。どうだ。さあ正解が多いのはどちらでしょうか。こちらです。ドン。お、そうだ。南カリフォルニア大学、コロンビア大学、ペパーダイン大学、テンプル大学ということで2問正解、バズーカチームポイントです。よっしゃ。